俺は北海道が好きだ、俺は北海道が好きだ。食い物うまいし酒もうまいし、俺は北海道が好きだ。ナイチも好きだ。俺は北海道が好きだ。ナイチも好きだよ。食い物うまいし人柄もいい。北海道、北海道、おーいおーい北海道、北海道、おーいおーい北海道、北海道、おーいおーい北海。あの、すいません、やめてもらっていいですか。あの、一緒にやってるみたいなんで。あ、なんすか。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗る。違うかい。いや別に名前は聞いてないんですけど、あの、僕ミキオって言います。ローマ字でミキオです。俺はローマ字で PARCO パルコです。パルコじゃねえか。いや、パルコじゃないでしょ、どう見ても。なんすか。君はここで何をしてるんだい。僕はあのストリートミュージシャンです。昇竜拳の使い手か。そう、ストリートファイターですよね。それゲームの。僕はあのこうやって道端で歌ってるんです。そういうことは空き地で土管の上でやった方がいいんじゃない。いや、それジャイアンでしょ。それジャイアンリサイタルじゃないですか。ジャイアンじゃないんでここでやりますけどね。君の歌は金を取るのか。ああ、これですか。たまに聞いてくれる人がお金入れてくれるんです。それはありがたくいただいてます。まあ決して強制ではありません。客が本当に満足したら金を払うというシステムか。もし納税がそのシステムだったらこの国は崩壊してると思わないか。まあだからやらないんじゃないですか、国は。ええ。君がこうして夢に向かって時間を費やしている間、他のみんなは汗水垂らして働いている。願わくば君のこの努力が身から出たサビにならないことを俺は祈ってやまないよ。いや、超めんどくせえ。なんだこいつ、何なんだろう。君はここでどんな歌を歌ってるんだい。そうですね、まあ日頃感じたこととか、あとは伝えたいメッセージを歌にして歌ってます。まるでミュージシャンだな。ミュージシャンです。ミュージシャンなんで。いいだろう。何がいいんですか。そうだ、俺と一つ勝負してみないか。しないです。港にスクーターが2台止まってる。はそれに乗って海に向かって同時に走り出すんだ。先にブレーキをかけた方が負けだ。もし君が勝てば解毒剤の入ったロッカーの鍵のありかを教えよう。だがもし君が負けた場合、彼が見た月の裏側の真実は闇に葬り去られることになる。どうだい。やらないです。そう、なんすかその解毒剤とか月の裏側とか。誰なんすか彼って。いいだろう。何なんすかさっきから。いいだろう、いいだろう。何がいいんですか。あの、すみません、邪魔するんだったらどっか行ってもらっていいですかね。俺本気でプロのミュージシャン目指してるんです。ここで歌ってたらいろんな人が集まってきて、いつかレコード会社の人が偶然にでも聞いてくれないかなと思って、だから毎日ここで一生懸命歌ってるんです。え、なんで避けるチーズ食ってるんですか。気にしないで続けてくれ。いや、気になりますよ。食べ方間違ってるし、裂いてないし。それさっき少し聞かせてもらったが、君の歌にはまずアルペジオがない。アルペジオ。リフレインもない。リフレイン。名曲と言われる曲には必ずリフレインがあるんだ。あの、じゃあどうすればいいんですか。自分で考えてくれ。俺も何言ってるかわからない。なんで言ったんだよ。じゃあ何言ってるかわかんない。よくヘラヘラ言ってんな。おい、そもそもアルペジオってなんだ。知らないの。なんで知らないの喋り出したんですか。あの、邪魔するんだって帰ってもらっていいですか、マジで。これが俗に言う音楽の方向性の違いってやつか。いや違います、もう人間性の違いです、あなたとは。ね、とにかくあまりこの業界は甘く見ない方がいい。この業界。あの、すみません失礼ですが、お仕事を 何されてるんですか。
朝起きて公園に行き、鳩の餌を奪って食べる。雨の日も風の日も。もし仮にそれを仕事と呼ぶのであれば。いや無職じゃねえかおい。え、鳩の餌奪って食ってるんですか。何なんすかこの人。いやなんか俺この業界とか言うから俺レコード会社の人かと思ったわ。一つ聞かせてもらってもいいかな。何すか。君はミュージシャンとして成功して一体どうなりたいんだい。そうですね、まあ成功したらやっぱり武道館とか、あと全国のドームでツアーしたいですね。厳しいことを言わせてもらうが、将来のビジョンも見えてないやつが果たして成功を収めることができるのかな。ただ道端で歌っていればいつか誰かが何とかしてくれる。他力本願で夢が叶うほど人生甘いもんじゃねえんだよ。今晩誰か止めてくんねえかな。お前だよ。止まるとこねえのかよお前。お前目の前のビジョン見えてねえじゃねえか。何言ってんすか本当に。もういいっすわ、俺もうやめます。今日止めてくれないのか。止めねえよ。なんで止めなくちゃいけないんだお前は。帰る前に一曲俺に歌ってくれないか。は？夢っていうのは風船と同じだ。風船？風船？お前が言ったんだよ。風船つっただろ今。誰の手にも届かない大空へ飛んでいく風船もあれば、急にしぼんだり破裂してしまう風船もある。飛ばしてみなければその風船がどこに行くのかは誰にもわからない。誰しも若い頃は人生に期待して夢を持って生きている。そう今の君のようにな。だがなりたいものになれる人間はほんの一握りだ。大体の人間は第三希望程度の人生を仕方なく歩んでいるものさ。だが悲観することはない。それでも幸せは存在する。本人が幸せだと思えばな。それでは聞いてください。希望希望希望第三希望。お前が歌うのかおい。なんだその歌。何希望希望第三希望ってなんだそれ。俺はそれでいいってなんだよそれ。なんだその後ろ向きな歌。第一希望目指す第一希望でね。あなたが歌うんですか。ほんであなた歌ってくれって言ったんじゃないの。い歌いますよ。じゃあどんな歌がいいんですか。そうだな、元気になれる曲がいい。元気 T スクエアのトゥルースがいいな。あれ歌詞ないっすよあれ。F1 のやつでしょ。でで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 。あれ歌詞ないっすよあれ。ででんドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン。あ歌詞ないっすよ。テレ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 。ここまでは歌詞ないね。歌詞あるかなこの次。テテンテテテテテレレテレテテテレレテレテテ。あれ歌詞ないっすわずっと一回も。いや俺歌いますよ。オリジナルソングでいいっすか。もう何でもいいよ。何でもいいってなんで。なんで投げやりになったんだよ。ちょうどいい歌ありますから、俺のオリジナルソング聴いてください。いきますよ。ワンツースリーフォー。一生懸命にやって頑張ることが当たり前で、誰にも見せず汗かいたり泣いたりの君だから頑張ったねって、よくやったねって、君にエールを送るよ。疲れたでしょ、ありがとうね、君にビールをおごるよ。目が覚めれば明日がやってくる、期待してるよ、きっとやれるよ、応援しているね。たとえ君が働いていなくても。いい曲だ。
ありがとうございます。君の歌を着せ、それをしたら出せ、俺は応援するして、全てを犠牲に出すんだ、個性。何なんですか、気持ち悪い。なんで急にそんな陰踏んだんですか。ちょっと礼を言うよ。君のおかげで生きていく希望が持てた。いや、そんな僕のおかげだなんて、僕はただ目の前の人に。ロックンロール。いなくなっちゃったよ、おい。何なんだあの人。それっぽいこと言ってたな。でもお金入れてくれたんだ。いや、これゲーセンのメダルじゃないか、これ。引かれた。